おはようございます。西田航です。えー、7月12日火曜日っていうところで、ね、いかがお過ごしでしょうか。今日も天気いいですね。今日はどうだろう暑いかな。最近ちょっと気温をチェックしておらず。あ、でもまあ、30、最高29度。えーっと、えー、っと、体感30度。まあまあまあって感じですね。えーっと、明日から結構雨ですね。今日は僕はね、ちょっと受託の撮影がありまして、えーっと、まあちょっと諸々準備してるということで、この後ね、撮影してまいります。 で、えー、今日なんですけれども、今日ね、えっ、ー、と西田塾の動画なので、もし今日発表されたら、キャノンの新製品のレンズの話なんですけども、今日発表されたら明日あたりにねメインチャンネルでじっくりと、えー、スペックを見つつ、どういった方に向いてるのかっていうところも、えー、お話しようかなと思ってます。ざーっとね、リーク情報のお話をしております。なので、 えっと、あくまでもね、噂ってことで、話半分でお聞きください。えー、キャノンが RF の 15-35mm STM、それと RF の 24mm 単焦点ですね、STM を、えー、発売するのではないかっていうことで、まあ、R7、R10 が出てきたのでね、えー、ここに付随する広角レンズが必要であろうと。ですが、 何度もね、えー、も口を酸っぱく申し上げている今これ ZV1 で収録してるんですが、えー、E の PZ1020mmF4 っていうので収録しております要は 1530mm ってやつですねまさに APS-C 換算でキャノンの APS-C はね1.6倍になる関係もあってとにかくとにかく、えー、広角が弱いっていうねなので えー、キャノンの APS-C 機は、必然的に広角っていうもの、自撮りをするとか Vlog もそうですよね。で、広角にね、弱い宿命をもう持って生まれてきているカメラシステムなんですよね。で、そこで、まあ、RF の S じゃなくて、RF の1530と RF24 ってことなので、えー、もちろんですが、えー、R3、R5、R6 あたりのフルサイズ機にも付くっていうね、くっつけられるという前提に開発してきてるんですが、明らかにいざとなった時には、 R7, R10 にくっつけても、えー、標準域のね、ズームレンズとしても使えますよねっていう。で、24mm だと、まあ、だいたい37、8mm ぐらいになりますのでね。まあ、35mm と 40mm の間ぐらいの、まあ、うん、ポートレート、うん、スナップ用レンズとしても使えますよみたいな感じで RF25mm STM 作ってきてるのではないかと。まあ、噂のレベルですと、 え、外観もね、もう、リーク情報も出てきてまして、RF の1530の STM がね、重さ 390g、400g ですね。ただ明るさが、F4.5、6.3ってことで結構暗いですね。暗くて重いって感じになるかな。どうしてもこの、ね、えっ、ー、と、ソニーのね、このレンズですよ。APS-C の E の 1020PZ が、F4 の固定ズームにも関わらずね、これ固定で F4 ずっとこう、こういう感じで、 固定なわけですよね。にもかかわらず、これが 170g ですから、まあ、キャノンはしてやられたり。まあ、その間にね、RF の1530に関してはフルサイズですからね。なので、えっ、ー、と、比較的ここになるレンズかなと思います。えっ、ー、と、これは FE の PZ1535 の F4 ですが、これ1535でね、350g ですからね、これね。 えー、キャノンが、えー、RF1530mm。1530mm で、さらに F4.56.3 にもかかわらず、重さが 390g っていうね。これ 355g だったかな。古さサイズね。うーんと、なかなかキャノン厳しいですね。やっぱ広角作るのは昔から。うん、キャノン上手くはないですけれども、しかも4.56.3っていうね、可変の F 値で、 重さ 390STM っていうとこね。Y 曲も出るでしょう、おそらくはね。えー、フィルター機が 67mm なのでね、15mm 側では多分、バコーンと、レンズプロファイル当てないと、おそらくは相当な Y 曲。素直なね、えっ、ー、と、樽型修差でしたらね、補正はかけられますが、ちょっと立ちの悪い樽型だと、補正果たして、あの、ローデータでね、撮影した時のディストーション補正で大丈夫かどうかっていう感じ。 で、続きまして RF の 24mmF1.8 マクロですね。ISSTM ということで。これはもう最近の RF のね、STM のもう鉄板ですよね。マクロ装備っていうこと。で、2 4ミ、mm、リで最大撮影倍率が0.5倍ということなので、で、最短が0.14メーターっていうことですよね。まあ、この辺は非常にありがたい。2 4ミ、mm、リをくっつけておけば、とにかくマクロ描写も可能ってことになりますから、まあ、 えっと、最近のね、RF の 35mm ですとか、24。まあ、RF の 16mm はね、そこそこ寄れたけど、マクロではなかったはずっていう。ただ、これもね、なかなか難しくてですね、RF の2 4 m m f 1八マクロ SSTM。重さが 270g っていうことで、RF の 16mm は、えっ、ー、と、これ、でも IS を入れてるんですよね。RF の 24mm はね。RF の 16mm は確か IS を入れずに、えー、160g 台。 RF の 50mm とかと同じサイズにしてきたんですが、今度の RF24 の F1.8 に関しては、えっと逆に、えっと RF35mm の F1.8 マクロの方にえ持ってきているっていうような考え方ですよね。なので、なので、これの辺がどういう風に、うん、見れるかってことなんですが、まあスチル用途っていう風に捉えればいいんでしょうね。おそらく今回の RF1530 と RF の 24mm っていうのは、ムービー用、まあこういった 自撮りをするとかじゃなくて、R10 にくっつけて、ちょっと Vlog 用のレンズとして使ってくださいねっていうよりかは、まあ、頑張れば1535使えなくてはないですが、でも 390g は現代の Vlog 機での考え方にするとですね、まあ相当、まあちょっとね、あのもうありえないかなっていう感じになるわけですよ、焦点距離的にね。24mm でアクティブテーブりをせというか、電子、電車アイス入れるのに前提あったりするとね、もうクロップクロップなんですよね。 なんでまあ、スチルとして使ってくださいっていうのが、えまあ、基本的用途かなと思っております。まあ、フルサイズにつけて1 5ミリ3、3 15、30mm を、ムービーで撮るっていうのは悪くないですが、まあ、この辺は結構ね、かなり色々あるレンジなのでね、なので、うん、なかなかキャノンも、そうですね、このレンズを、まあ、僕自身が見たときに、おおっていう、もう、速攻で、 キャノン買うぞみたいなね、予約だっていう風には、僕自身はちょっとならないかなっていう、どこがターゲットだろうなっていう感じはしております。まあもちろん、RF の L レンズが非常に高いのでね、えー、24mm での撮影って結構、まあ、あのー、好きな方いらっしゃると思いますし、まあ、成形写真とか星 24mm どうなんでしょうね。やっぱり、16とか超広角で、 なんか成形写真で撮るイメージがあるので、で、明るいっていうね。例えば、ソニーだと FE の 14mmFE って話とか、ああいうのは成形写真向きなのかなと思うんですが、うん、そうですよね。なので、まあ、いずれにせよ、RF レンズのこうバリエーション、拡充しているっていう意味では、素晴らしいのかなと思いますしね。なので、この辺が、まあどう、どうするもんかな。僕も、まあ、使えば使ってみてもいいけど、あんまりぶっちゃけ触手は動かない。まあまあ、発売はしてない。 レンズですけれども、そうですね。皆様の、えっ、ー、と、コメントをぜひお聞きしたいですね。むしろ僕の方が逆に強量というか、あの、あんまりこう、想像が湧いてないので、逆に皆様のお知恵を拝借したいと言いますか、皆様とどういうふうなこのレンズ ?RF1530 の F4.5、6.3。そして、RF24.8 はね、24mm 好きな方々いらっしゃいますもんね。そして、マクロがついてるという意味では、非常にいいのかなと。ただ、重さが 270g。うん、っていう。まあ、 そつないよねっていう感じですよね。なので、キャノンに関しては、そうですね、僕もだんだんとこう、どうしてもライカとか、最近では、まあ Vlog っていうか、ムービーに関してはもうほとんどソニー。今もこれ、えっ、ー、と、ZVE10 で収録しているんですけれども、なってきている関係もあってね、ちょっとこう、 ソニー機を使うとキャノンは全てにおいて 100g から 200g 同じ装備にした時に重くなるみたいなねイメージがどうしてもできてきちゃってるかなっていうところは否めないかなと最近思い始めてますぜひね皆様コメント欄にいてこのレンズこういうふうに多分使うんだったらいいんじゃないかとかまあ例えば登山しててねそして広角ワイドアングルで撮影していくとかこういったのに確かに向きそうな気はしておりますがあとは描写性能ですよねどうしても ロー撮影をしておりますと、Y 曲の修差出てレンズプロファイルが入らないと使い物にならないっていうのがあって、新製品で出てきても、ね、JPEG で撮影するしか手法がないのでね、ま DPP 使えばいいじゃないと言われるかもしれませんが、DPP のためだけにわざわざレンかね、もっともっといいレンズすでに所有しておりますからね、どうしてもね、RF の1535の F ね、F2.8 とか、RF1435 とかメインレンズですしね、 そこなんですよね。24mm 枠に関しても、まあ、そうですね。これも、L レンズの方が、っていうふうに考えますし。まあ、いずれにせよ、まあちょっと RF の 24F1.8 マクロに関しては、Y 曲の出方とかね、えっ、ー、と、描写、中央の改造、まあ改造は多分いいでしょう。多分、ただ RF の 35mm の F1.8 マクロも結構ね、色収差出るんですよね。開放気味の時に。あの、まあ、コントランストが強い時にはね。 なのでそういった時にどのぐらいそういった色収差とかレンズのポテンシャルが高いかどうかっていうのはちょっとチェックしてみてもいいかなとは思ったりしております。っていうところでね今日も使い方をお過ごしください。西田とでした。どうも。